ジョイス・ネットルトンは、アメリカ合衆国の女優。1948年のミス・シカゴに選ばれ、当年のミス・アメリカでは準決勝まで進出した。1927年に、イリノイ州、オークパークで、父・エドワード、母・バージニアの間に生まれ、1949年から、本格的に女優の道を歩み始める。テネシー・ウィリアムズの舞台、熱い途端屋根の猫で、 バーバラ・ベル・ゲデスの代役を務め、ドラマ、キャプテン・ビデオでテレビ初出演を果たす。トワイライトゾーン、ジョケージ、キャグニー&、レーシー、隣のサインフェルド、ベイ・ウォッチ・ナイツ、ジェシカ・オバさんの受験簿など、数十もの番組にゲスト出演しており、シットコム、ゴールデン・ガールズでは、もちのレズビアン役を演じて、エミー賞コメディ部門ゲスト女優賞にノミネートされたのをはじめ、 生涯三度にわたり、同賞のノミネートを受けた。なお、デイタイムエミー賞では二度の受賞を果たしている。また、映画、声優、ブロードウェイの舞台といった分野でも活動し、声優としては、ディズニーアニメ、ミッキーの悪い奴には負けないぞ。ハウス・オブ・マウスのマレフィセント役、ゲーム、ヘラクレスの大冒険に出演した。 2007年8月、ニュージャージー州ハスブルックハイツで開催された、トワイライトゾーンコンベンションが公に姿を見せた、最後であった。2008年1月18日、カリフォルニア州、ウッドランドヒルズにて、肺がんのため死去。80歳没。ありがとうございます。